怖い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 。あ、ファー！ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け落ち着け落ち着け。落ち着け。どけ、ほら！なあ、する！やろう！ここしんどかった。いや、もう殴られた、もう殴られた。早いわ。にょろっと。ふぅ。フルフルができて、フルフルが。危ない。はぁ、よかった。そうだ、運行システムのところ行かないといけないんだね。肩凝ってますか。肩ね、凝ってると思う。長時間ゲームしたりしてるから。あと、ホラーゲームやってるからね。ホラーゲーム系、まあ、自分は肩凝るんですよ、めちゃくそ。いけるか、これ。ネメシス来た。あーうん、あーうん、あーうん、二発なん、あー無理だって、無理だって、エクストリームアタックとか。いや、もうこれはもうこれ仕方ない、これ仕方ない。エクストリームアタック反則、ほんと3連コンボやってくかね、あいつ。ほんと立ちが悪いんだよ。おおおお、あ、痛い。そっちから出てくんの。ああ、もう嫌。バカどけ、ほら後ろが見えてんじゃん、こっち、こっち後ろが見えてんじゃん。後ろが見えない恐怖と戦わないといけないっていう、この、え、待って、やば、もう死にかけやん。よいしょ、ナイス回避。あー、やめてー。危ない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 。あ、ちょっとちょっとやめて。これどうしよう、やり直すのっけ。あまりにも食らってる気がする、ダメージを。ちなみにさ、今これ戦うとサプライケース落とすんだっけ。もうサプライケース落とすんだったらもう戦いたいんだけど、この時ね、落とすかどうかいまいち分かってないんだよね。落とさない。まだ落とさない。あれだよね。触手出してくるところだよね。落とすとしたら。だからあれだよね。触手イベントの時だよね。待て待て。待て待て待て、お前。怖い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 。あ、ファー！ほら、ほら、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って。落ち着け落ち着け落ち着け。どけ、ほら！嘘！おい、ちくらった。いや、ドーナツ食っとけって、お前、本当に。危ない危ない。もう。危ない。かわす。ああ、ダメ！いや、お、お、救ってくれた。救ってくれた、ネミスが。これダメだ、これダメだ。ゾンビに捕まるとアウトだ。あいつら、ショットガンで吹っ飛ばすわ。もうそれしかない。いや、お前来んなって。危ない。しょ。どけ。オッケーオッケーオッケー、来た来た。おぉ、おぉ、セーフ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 。よかったー。あいつ入ってこないからね。郵便局も休みだし。そうだね。運送業、運送関連は休みないよね。カルロ、司令室に着いた。次は何？よし。運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。どうだっけ ?FA2、FAS、違う、FA2、RA3、SA02。よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？朝飯前よ。はい。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ、運行ルートを設定した。いいぞ、ジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。来た。何？これどうすっかな。あ、やべ。やべ。やべ。もうこれ通り抜けよう。よかった。濃いんだよね。いる？あ、いた。あそこへ立ってる。うわ、寄生ゾンビもいるわ。いや、寄生してる、寄生してる。たくさん、寄生生物を植え付けていったみたいだね。よしよし。
さあ自分の一部を規制させてる。でこれはまずこっち入るんだ。ここでやる。引っかかってる引っかかってる引っかかってる。フルリンパと。あ、やばい。ずれるんだよね、ずれるんだよね。危ない。ここで、稼ぐ。危ない。あーぱーん！あー、すまないで！踏まれたー。ここで。よしよしよし、入れなくて、すんだ。おい、やめろ、塞ぐな。入れないぞ、入れさせねえぞ、お前こら。入れさせねえぞ。オッケーオッケーオッケー。入れさせずにね、ワンダウン取りました。しまったよ。しまったよ。あ、やばい、補充しとかんと。入ってくんなって、入ってくんなって、入ってくんなって。待って、アッパーはきつい。アッパー、こっち。危ない。ふう。危ない。クルリンパと。あ、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。ベストポジション。ベストポジション。よいしょ。危ない。入った。クリティカル、クリティカル。これハンドガンだけでいけそうだね。いけそう。危ない。外した。クリリンパン。いいよいいよいいよ。ベストポジション、ベストポジション。いった？いったけどまだ落とさない。まだ落とさないね、こいつ。あれ？サプライ落とすよね。手榴弾だったらあれか。手榴弾は効果が絶大だから、早く落とすのか。ハンドガンだから落とすのが遅いみたいだね。落とした！ナイス！お、浮いてる浮いてる浮いてる。浮いてた。OK。ハンドガンだけで達成した。でかい。宙に浮いてましたね。来た、モデレーター。クリティカルリース欲しいからね。いいよ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 。来た来た来た。そうそうそう、サプライケースどこに隠してるのかね。なんか、ね、荷物入れとかしょってれば話はわかるけどさ。そんなのもうしょってないから。海外版のロックマン日記。うん。やばいよね。あれ？ちょっとこの日記。作りが甘くないか？作りが甘いぞ、この日記。近場で見ると。いや、ここね、ネメシス入ってこないんですよ。ほら。あー、ダメか。あー、そんな、そんな、そんな、あぶねえ。そんな近くで。うわ、あー、引きずり出された。待って待って。ブランブラン。後ろ来てる？来てんね、来てんね。ちょ、もうここ、ショットガンで突破する。置いとけ。よいしょ。危ない。うわ。よーし、入るぞ。じゃあな。やった。ああ。頑張った。頑張った。田口さん、こんばんは。よっしゃ。来た来た、ショットガンパーツ。オッケー。おーし。昔見た気がっていうのがアンロックされた。上出来だ、スーパーコップ。恐れ入った。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に3、40分かかるが。ニコライ。状況は？町は化け物で溢れてる。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。
この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな、みんな気が立ってるんだ。おい、マジかよ、またやつか。目当ては私よ。おい、私が引きつける。おい、待て、ナチル、やめろ。くそ、さあ来なさい。ここしんどかった。いや、もう殴られた、もう殴られた、早いわ。ここしんどかったんだよな、マジで。いや、もう瀕死なんですけど、もう瀕死なんですけど。うわー、きつい。ここマジでしんどかった。一番初見プレイの時も。ちょ、どうしよう。あー、怖いよー。怖いよ。やばいやばい、吠える。マジ方向反則だと思うんすよ。痛い。聞いてないんだけど。クソ、マジかよ。バカじゃないの。聞かないのかい、今の。ちょっと待って、入ってこないで。危ない。さあ、ここで頑張ろうか。OK。いや、ほんとね、拡散率やばいよ。え、当たってないの今。ちょっと待って。今のダメじゃない、今のダメじゃない、拡散しすぎだって。当たってないよ、ここに。え、今の一撃ちょっとダメでしょ。ほんと不良品だって、これ。 M さん返品レベルだよ、返品レベル。冗談で。めっちゃ見えない、後ろが怖い。いや、やっぱ今のはやばいね。投げて大丈夫そうだよね。はい。OK。ダウンした。これ、手榴弾1個でいけるかな？どうなんだろう？今のうちに。ジル決定。もう一回。もう一丁。え？ドラム缶？あったの、ここ。あとドラム缶撃てたの、今赤いドラム缶っぽいのあったけど。は、撃てたの。あ、ごめん、知らんかった、あれ爆発できるの。いや、本編でも撃ってないんですよ、あれ。しまったな、これしょぼいよね。最後のサプライケースなんだけど、これってショットガンの弾最後。もうちょっと景気いいのくれって。知らなかった。あるの。全然気づいてなかった。やばい、おかげでハンドガンの弾もないよ。そう、全然気づいてなかった。カルロス、聞こえる？カルロス？他の出口を探さないと。もう非道のネミシスに追われて、この下水道まで逃げてきましたが、ね。果たして、この先には何が待っているのでしょうか。かっこ棒読み。もう最悪。この服燃やすしかない。もうね、こんな下水に長時間いたらね、落ちないよね、匂いは。特に染みちゃうよね。昨日緊急回避のコツを島津さんに聞いたのですが、めちゃくちゃためになりました。ありがとうございます。あ、よかったです。あれが参考になったんだったらよかったです。背後から食われるの楽しみにしてます。燃やすってことは、いやいや、脱出したら燃やすってことですよ。今燃やすんじゃないよ。どうしよっかな。こっちから行こうか。グレーポン取ってこないと。
燃やす用のニョロッと、フルフルができたよ、フルフルが。危ない、ちょっと待って、足いけたんだよね、足いけるんだよね、あれやべ、距離取って効いてる？効いてないよね、あれ、足いけるって聞いてたんだけどな、やばい、嘘、足全然効いてないやんね、足効いてないよね、黙れよお前、眠れ、いや、ほんとこれフルフルだよ。見てほら、みんな。羽みたいなの生えてるよ。これフルフルの特徴じゃないっけ？これフルフルだろう、どう考えても。ねえ。フルフルっぽいとは、ね、思ってたけど、もう完璧フルフルだよ。ダメだね、足、打っても全然効かないね。崩れるって聞いてたけど、足打てば。いや、もうあれフルフルだって、絶対モンハンのデザイナー、関わってるって。これに。じゃないとあんな酷似しないだろう。ああ、恐竜はいたかもね。恐竜はいたかもしれない。確かに。恐竜は東京フレンドパークいたわ。さあ、グレポン、グレポン。オッケー。てってるん。消炎弾。ありがたいっすね。あれやろうか。おいで。はい。おらよ。口ん中に。どう？行く？いた。燃えたね。あれ？あのさ、海外版の方がさ、燃えてる表現、リアルじゃないですけ？ここまで焦げてないよね、Z 版って。皮膚が焼ける表現がこっちの方が、ね、現実になんか近い気がする。距離感が怖い。それが FPS です。このさ、ハンター、ガンマの生みの親はどこにいるのかね。なんか、確認したかったね。生みの親とちょっと対面してみたかった。待って、これ2枠取るよね。で、2枠取るから取れねえわ。1回戻らないといけない。はい。やばい、食われる、アップで一回でひるまない時あるよね。まだか、やばい、危ない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 、いった、まだ、危ない、いった、いった、あれ？フルフル出てこない。フルフル。ちょっと待って。よいしょ。来いよ。危ない！やばいやばい！あ、後ろ、後ろ待って、後ろ、後ろ詰まってた。大丈夫だった？あと一発。行ってやろう。じゃこれがいつもより元気がないように。いや、昨日よりか疲れてないよ。昨日はちょっと疲れてたけど。昨日は疲れてたけど、昨日に比べたら全然まだいい方だと思うんですけどね。あ、アンチさんこんばんは。あれかも、なんけ。編集、疲れかな？身体的には疲れてないですね。で、ずっともう編集に今日起きてから追われてたから、いや、こう放送するまで編集。だから、精神的な疲れがあるかもしれないです。フルフルが出てくるよ。おい。いた。
やっぱ Z 版より焦げてるよね。焦げこんなひどくなかったよね、本当に。黒々としてるよ。頑張り時やっけ。やるしかない。まあ、メンタル疲れですかね。本当あの、編集、うん、バンバン編集してるから。うん、あれ、生放送のをね、編集するのってすんごい疲れるんですよ。無駄なとこをカットしないといけないから、生放送ってこんな感じで、ね、雑談とか話してるシーンとかあるから。だからそこら辺のチェックとかで時間かかるんだよね。うん。それで言うと、レジスタンスの方も生放送の編集したやつだし、今日あげたの。そこで言うと、結構疲れるんだよね。いや、稼ぎ時ではない。全然稼ぎ時じゃない。もうね、単価がすごく低いと思います。今。経済が回ってないから。広告費がそこまで高く支払われない状況なんじゃないですか、契約上とかでの、うん、問題で経済が回ってないから、その YouTube で広告流すけど経済回ってないんで単価これぐらいしか出せませんって、なんか広告会社が言う部と相談して、そういった折り合いで単価が低くなってるんじゃないですかね。全然、まあ、稼ぎ時ではないけど集客ですかね。うん、集客は稼ぎ時なのかもしれない。まあ自分がやってる理由っていうのが、もうみんなね、結構ほら、自粛で外に出れないから、じゃあね、その、なんか面白いことできないかなっていうので、ここ最近はずっとやってる。いやー、もう暇でしょ、みんな。うん、だからその暇を解消できるのは、ね、自分たちなのかなっていうところがあったりするし、ゲーム実況とか、それであの今結構率先して生放送してます。そう、昨日もね、あのレジスタンス込みで4時間以上やってたんじゃないかね、多分ね。カルロス、聞こえる？ジル、やっとつながった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。 君が戻り次第出発だ。ここトラウマなんだよね。ま、え、これどうなんだろう。あ、でもイベントに変わるか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。